僕はマートン。忍者ガムの力で子供になった僕とベレッカはなぜか忍者に襲われた。身を隠すには WNA アカデミーに入るしかないわ。そこで僕たちが出会ったのはバーン、ルーシー、エマ、カッペイ。嘘、忍者ガムが量産されてる。どうなってるの。とにかく大人に戻らなきゃ。まずは栄養満点のスムージー作りだ。もう真面目にやりなさい。おはよう。見てわからないかい、子供になって夜遅くまで研究しなくなったせいか朝早く目が覚めてさ。朝のスムージーできてるよ。成長に大切な
タンパク質とビタミン B 群をバランスよく入れてみた。今度こそうまくいく。はいはい、そうね。本当にうまくいったらどうすんの？大人に戻ったらアカデミーにいられない。何言ってんだ。僕たちには忍者ガムがある。いつでも子供に戻れるんだ。だったわね。早く本部の研究データにアクセスしないとね。さらば幼きバートンよ。よし、41回目のうまくいかないレシピを見つけたぞ。42回目ね。まずは入学おめでとう。今日から本格的にアカデミーでの生活が始まる。君たち6人は私ブルースと後ろのエイミーが担当する。ここでの生活を説明するとして。先生も忍者なの？もちのロンだ。強いの？バッチグー。忍術も使えるの？当たり前だのチョップ。すっげー、おいらも先生みたいになりてー。え、あんな感じに？いろんな価値観があるからね。他に質問は？外出はできる？授業の後とか。もちろんできる。ただし外出届は出してもらう。はい。他には？お小遣いはもらえる？この町でならこのアカデミー学生証を見せれば大抵のものは買える。代金は君たちに支払われる研修手当から引かれる。ありがたい。他に質問は？ここ辞めたくなったら辞めてもいい？大丈夫。そんな気は起きないわ。他に質問はないか？ないなら忍者らバトルだ。その前に現代の忍者がこの世界でどのような役割を担っているのか説明しておく。WNA には多くの忍者が所属しており、所属する忍者は WNA が契約した国や企業に派遣され、さまざまな任務に当たっておる。時に灼熱の熱帯を、時に極寒の極地を。その任務は過酷だが、忍者ならではの技術や体力を生かし、人類の進歩や平和に貢献するため、人目につかぬところで日夜働き続けておる。多くの平和協定も、温暖化防止に対する世界的枠組みの合意も、忍者の働きなくしては実現しなかった。現代社会は忍者が支えていると言っても過言ではない。かっこいい。父さん、そんな仕事をしてたのか。人知れず世界に貢献。改めて言われると結構すごいよね。お主らも精進し立派な忍者になるのじゃぞ。はい、任せといて。次は忍者らバトルの特訓だ。待ってました。君たちの忍者らバトルはエキシビジョンマッチで見せてもらった。私から言わせればまだまだ甘い。たっぷり鍛えてやじろべ。え？おー、楽しみだな。バン、カッペ、やってみろ。はい、はい。覚悟しろ、コテンパンにやっつけてやる。そっちこそぶっ飛ばしてやる。なんだこれ。え？棍棒だ。忍者ガムは一本刀以外にもいろんなガムウェポンになる。そうなの？クール。ミーもやってみよう。グレイト、ハンマーね。他にどんなのがあるんだ？一
ぞ。僕って天才かも。早くしろよスニーカー。ケルベロス、ハンマー系ガムウェポンだ。ケルベロスか、これにしよう。どっからでもかかってこい。行くぞ。はじめ。できるガムウェポンだ。チャンス。やめろ、やめろって。動けない。もらった。やめろ。何あれ、昨日のやつだ。ガムッチガムッチガムッチ。ダメだろ、こんなとこ来た。どういうこと。ここに来ておったか。こやつはガムッチ。お江戸に住んでおるわしの双子の兄玄雲斎が孫の勝平に託して連れてきた。双子ってことは、おいらのじいちゃんは伊賀の里で剣術道場をやっている。伊賀の里は忍者で有名で、おいらも忍者が大好きだけど、じいちゃんは忍者なんかいないって言ってて。忍術など知らん。剣術も忍術も大して変わらないだろう。支援金が出るんだ、忍術道場やってくれよ。何を言う、話にならん。帰れ帰れ。また来るから考えておいてくれ。せめて今年の鎮魂祭は参加してくれよな。観光客相手の祭りなんぞ出るか。ほらカッペ、買い出しの帰りに道草食っとったな。罰として素振り千本じゃ。はい、じいちゃん。あ、師匠。素振りが終わったら洗濯物を運んでおくんじゃぞ。そしたら飯炊きじゃ。なあじいちゃん、鎮魂祭出ないの。鎮魂祭じゃ、バカもん。伊賀の里の先祖の魂を鎮め、現代の我々を見守ってくれるようお願いする祭りじゃ。へえ、でも先祖ってやっぱ忍者？それが臭いの？臭くないわ。というかそもそも伊賀の里に忍者などおらん。村の者が勝手に作り上げた作り話じゃ。今は黙って剣術の修行。ごめんください。お主ら何者じゃ。玄雲斎殿ですね。いかにも。何者じゃ。え、お主ら、もしや。お前ら、じいちゃんに何するんだ。どうぞ。一歩、火炎の術。忍法？忍法、封じんのじゃ。じいちゃん。大丈夫じゃ、かすり傷じゃ。さっきのは忍法って
じいちゃんは忍者なの？もう隠し事はできんの。我々は先祖代々から伊賀の地で暮らしておった。じゃがある時からこの祠と共に忍者を伝説のものとし、忍者であることを隠して守ってきたのじゃ。やっぱり忍者はいたんだ。おそらく地球上の生物ではないじゃろう。宇宙人かもしれん。宇宙人？大丈夫？こいつ噛みついたりしない？大丈夫じゃ。カッペイが清い心でいるなら噛んだりせ。の？ガムッチが現れたのは何百年も前。伊賀の里に巨大な隕石が落ちた後のことじゃったらしい。そのまま里に住み着き、悪魔じゃ亡霊じゃと騒ぎ立て、里を離れていく者も現れたが、残った忍びの一族は祠を作り、忍びの技、忍びの力とそやつを隠し、代々守り続けてきたのじゃ。ガムッチを狙い、幾度となく異国の者や得体の知れぬ者が現れた。カッペイを襲った輩も。そんなところに隠していたとはな。そいつを引き渡してもらおうか。ガムが。しつこいの。何故じゃ。じいちゃん、お前らなんかにこいつを渡すかよ。ビーン。オイラが相手になってやる。よせカッペ、逃げるのじゃ。じいちゃんとこいつはオイラが守る。ガムッ！これは何？ガムッチ、ガムッチ。お前ガムッチって言うんだな。ガム。ああ、よし、行くぜ。忍法火炎の術。ガムッチを連れ海を渡り、わしの双子の弟源流祭を訪ねよ。そして本物の忍者を知るのじゃ。ガムッチとオイラが海を渡る。じいちゃんはどうするんだ？わしは残る。え？置いていけないよ。カッペイよ、お前は忍びの血を引く者。旅立ちは定めなのじゃ。忍びの血、オイラが忍者。わかった、じいちゃん。ガムッチ、オイラとコメリカに行くぞ。お前がいて忍びの力が使えれば百人力だ。ガムッチ、よろしくな。やるっち、やるっち。カッペよ、精進するのじゃぞ。わかったよ、じいちゃん。いい話だ。ユウ、強いじゃん。悪いやつじゃなさそうだし、よろしくな。どうかしたの？いや、なんでも。
は毎年この花火フェスティバルを楽しみにしてるの。お江戸でも夏に花火大会やってるぜ。かき氷とか焼きそばなんか食ったりしてさ、すげー楽しいんだ。知ってる、盆踊りっていうダンスがあるんでしょ。ミーも踊ってみたい。いいぜ、今度教えてやるよ。カッペがエマにダンスを？そんなの無理無理。なんだと？なんだよ。なんだ？あれ？WNA 本部。エジソン曰く、私は求めるものを手に入れるまで決して諦めない。大勝負といきますか。するガムウェポンはこれだよ。ハンマータイプのスケートハンマーだ。スケートボードのホイール型をした特大のハンマー。とにかく破壊力が桁外れに強いから敵の中に飛び込んでもへっちゃらさ。ガム忍術天地無用でガムの中に閉じ込めちゃおう。これでみんなも決めちゃおう。一本背景じいちゃんとの、オイラは WNA アカデミーで立派な忍者になります。まるだ。よしできた。あれ、あいつらこんな夜遅くにどこに行くんだ。次回忍者ら決死の潜入 WNA 本部、みんな見ろよな。